ハローゆうこです。今日はフラの素敵な表現をしていくための首についてのお話です。頭と胴体をつなぐ首、鼻から吸った酸素の通り道でもあるよね。全く首を使わない平面の踊りじゃなく、首を豊かに稼働させて物語の切なさや優しさ、情感を豊かに楽しく表現していきましょう。レッツフラー。私は斜めに顔を傾けた時の首のラインに女性特有の優雅さや繊細さを感じるので、その動きが大好きです。首の使い方の表現はフラダンサーの個性にもつながっていくよね。首、顎の角度の中での視線や顔の表現、私はフラのそんな魅力いっぱいの素敵なダンスをしていきたいなって本当に願ってます。バッと、しかしでもね、過剰な行き過ぎた首の使い方は身体的に本当に無理があり、オーバーすぎる使い方が逆効果の表現になってしまう時もあるよね。だからそれが本当に難しいなっていつも思うの。はい、今日は首の使い方のエクササイズをしていきます。首と肩、肩甲骨はすごい密接につながっています。なので首は踊る時のポイントとして、ここまでと思わないこと、首をここまでと思うこと、首は肩甲骨を含めたここまで、これが首だと思うこと、そして首を動かしていく時の目安は鼻です。肩甲骨を閉じて動かさないこと、ないようにまっすぐこのまま45度を向く。45度の目安は胸の一番高いところ、そこに首をねじっていく。この胸鎖乳頭筋っていう首のこの筋肉を使って45度に入れていく。鼻がまっすぐのまま胸の一番高いところに向けていく。1、2、3、4、ここだとして、1、2、3、4、肩甲骨を動かさずに首を動かしていきます。上を向く時のコツは胸から首だと思うこと。肩甲骨と一体になっている首を、肩甲骨を定めてから耳の一番後ろの付け根をまっすぐに整えてから前に動かす。肩甲骨を閉じて下げてから下げる。上を向きたい時はここから上げて下げる。斜めに傾きたいときは斜めにする。ときに肩甲骨を閉じる。 OK? 今度こっち、ゆっくり1、2、3、2、3、肩甲骨を閉じて鼻を動かす。それではレッツトライ。私がフラを始めて一番好きになったアロハの首、ゆっくり下を向いて鼻を斜めに傾けていきます。左に傾いているので左の肩甲骨をちゃんと閉じてきちんと使っていきましょう。無理しないでゆっくり呼吸しながら首を傾けてアロハの首を作っていきましょう。一緒に頑張ろうね。今日もありがとう。